はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はミサちゃんをバンプ高校以外で使っていこうということで、暁大付属でやっていきます。デッキの方から見ていきますと、こんな感じです。ミサちゃんの、SR プラ5をお借りしてます。で、ミサちゃんは、バンプ高校か、バンプ以外かで、デートイベントとかが変わってくるんですけれども、野手の場合は、バンプ以外で使うと上り竜が、不確定になります。で、ただ、途中にデートで選択肢がいろいろ出てくるんですけれども、まあ、それでね、間違った選択肢を選んでいくと、金徳の成功率がね下がっていくっていう、感じになってます。で、これを間違えなければ、まあ、成功率はかなり高めかなと、思ってはいますね。で、あとは、鎌狩古長ペア と、ちーちゃん穂村ペアを入れてきてます。で、この編成だ と、前にですね、前にあと4になるんですけれども、まずミサちゃんが彼女キャラなんでイベント数少なくて、でちーちゃんも、もともとイベント数の少ないキャラではありますので、まあ、完走できるかなと。でイベント数の多いキャラっていうのは入れてきてないので、前にあと4で、やっていきましょう。で、暁キャラをね入れてないんでね、全員打倒ができるかって言われるとちょっと難しいところはあると思うんですけれども、コツイベントは結構踏んでいって、なるべくね照らせるような感じでやっていきますか。で、ガイアキャラはちーちゃんなんで、ちーちゃんはね、早めに踏んでいきたいのはありますね。またコツが来てるな。誰だ、みやびちゃんか。どうしようかな。鎌狩り追求しとこうよ。マベレジヒッターは取れないんで、流し打ちが来ましたね。 OKOK、暁キャラなしの暁大付属とか全員打倒できる自信がない。最悪こう金徳を無視して経験点狙いで打倒するっていうのもありかもしれないですね。これはこっちかこっち、どっちかだな。余剰だな。しかも余剰ってそうか、鎌狩りと同じポジションなんだ。お、しかも勝負だ。勝て勝て勝て。よし、これがめちゃくちゃでかいよね。5って相当でかいよね。あとな、他のポジションもなるべくな、2全部2にできれば結構楽になると思うんだけど、次はさすがに体力が持たないから一応精神は見て、あ、これでもいいね。これはやろう。3人いるとねやっぱりでかいんで、で、ミサちゃんの自己紹介ですね、評価が上がってくれるのはでかいと。さて、ここからミサちゃんを追いつつ打倒をしていかないといけないんで、とりあえずいないと。ただこの体力量だったらな、コツもあるわけじゃないし、2人ずつとかしかいないんで、メンタルで回復しつつカウントを減らしていきますか。ちーちゃんはね、あと本当に金徳が成功してくれるかどうかっていうところっすね。六本木とか11になってんのか。ここみんなの評価が上がるけどさ、カウントがね、そう、みんな集まると暁キャラが集まらなくなるんで、これは余剰を減らしに行くか。っていうかミサちゃんいないね。まあ、余剰はね本当厄介なんで、カウント的に、まあ、怒りのねこういうイベントもありがたいですよね。で、2回目以降のなんかお風呂に入るイベントとか体力回復するしね。で、まあ、みやびちゃんで技術ポイントは賄えると思うんで、あ、これやろう。結構序盤に来たからな。余剰か。うん、余剰いくつ減る。3も減るのか。 3%、 ここ多いね。ちょっとミサちゃん状況、あー、余剰はでも倒せそうだからな。ちょっとミサちゃんの評価を上げつつ、
こういうのはどうなんだろうね。クリスマスとか最悪捨ててもいいのかな。なあないか頼むぞ。おお、すげえな。めちゃくちゃでかいぞこれは。体力的にはいいんだけど、満タンにしておいて打倒ポイントをどんどん減らしていこう。すまんな、やべえ。余剰が倒せる状況にはなるか。リサちゃんもいるわけじゃないんで、ちーちゃんの評価も上げつつ、あとはガイア組だよな。早めにちーちゃんがコツ来てくれればいいんだけど。でこれもね、体力がね回復するっていうのもめちゃくちゃでかいっすよね。バレンタイン3人組揃えたいな。もし次バレンタインが復刻したら全力で引きに行こうかな。てかバレンタインってなかなか復刻しないと思うんだけどね。でまあこれもね、五十嵐で回復はできるんですけど、体力は満タンですね。さて余剰倒せるね。いいね。これはもう余剰倒しておくか。打撃のねレベルが上がるのは全然いいんで。で一ノ瀬は多分そこまで気にしなくても、1月のね試験みたいなやつで減らせられるんで、あ負けなきゃだけど。古永さんアドバイスしましょう。で今回ミサちゃんはさよならしないんで、さよなら男はちょっと取れないんですけど、五十嵐が3、4、8、8、9、9。ミサちゃんいねえな。これはあれかね、暁キャラがわりかしいっぱい出てるからミサちゃんが来る可能性がちょっと低いのかな。で次でちーちゃんの金徳が終わるんで、わりかし早いね。ミートコ一応 D にはできるね。 D にしておくか。でここはちょっと寝ましょう。よし OK。 さてミサちゃん、これは間に合わないかな。そもそもミサちゃんがいないんだよね。だね。小村ちゃんってファーストだっけ。ファーストか。先に7位をぶっ倒して3本松のカウントを2ずつ減らしていけばいいかもしんないけど、ここも美味しいんだよな。これは悩むね。やっぱカウントだな。じゃあ暁はカウントだ。これはちょっとミサちゃんのクリスマスは諦めるしかないかな。でもねそうするとね、あれなんだよね、ミサちゃんを使おうっていう意味がねあんまりなくなっちゃうんだよね。どうしようかな。1回くらい練習しとくか。ミサちゃんと暁キャラが絡んでくれればいいんだけど。そしてラブパワーか。ミサちゃん、ミサちゃん、いない。これは寝ましょう。いやコンボってほんとすごいよね。2つねコンボが入ってるとだいぶ変わるんで。てか鎌狩りと冬長って釣りするんだねっていう。コツがある。小村ちゃん、ミサちゃんはいないね。ここはどうしようかな。ちょっと小村ちゃんのコツも掴みたいけどな。六本木も減らしたいけどな。でも12月も近いけどね、評価が足りてない。そしてこれめちゃくちゃ成功してるな。あ告白来た。もう乗ってたか。これはでも調子いいね。行きましょう恋人。
いやーここでだって48でしょ。まあプラゴだからねいっぱいくれるんだけど、ここすごいね一応他のも見つつ、他のも見つつここにしよう。イガナシが倒せんのか。で古中くんの2回目。でも先にね6本目をね倒しておきたいっていうのがあるんだよね。12月だからな。うわこれはでも体力を持ってかれるぞ。鎌狩りは、まあ、いいはいいんだけど、これがちょっと厳しいんだよね。二宮1人か。ミサちゃんで最初はね回復するかなどっかがね回復しないはずなんですよ。でここのステーキについてはレアですね。かまってちゃんもね体力をちょっと削ってくるんですよね。で喧嘩かこれもね体力削ってくるんだよねやめていただきたい本当に。イガラシ倒すと誰が増えるっけ。六本木が1になるね。3本松も1になるけど、これはちょっと減らしとこう。7位はな、ガイアのコツが来てくれればわりかし減らせられるからね。そして餅つきバトル、これも体力が回復できる、練習できるくらいまでいくかな。12月の3週はね練習しておきたいんだよね、クリスマスに備えて。いくつ回復するっけ。20くらいいってくれるといいんだけどね。餅20いいね。でそっからちょっと回復して、バイト数は体力を削ってこないんで全然ウェルカムで、体当たりコツも取っちゃいましょう。これだけで即採用が決まるってすごいよねこのバイト先。だいたい忘れるんで、そもそも体当たり初級も取るとこないよね他に。流し打ち、アベディシッターどうする、うん、ちょっと置いとくか。ミートをね上げときたいんだよね。 C、まあ、C にしておこう。そこから練習したい。 5% ちょいか。六本木、五十嵐両方倒せるね。守備が上がってくれるのは嬉しい。小村ちゃんも評価が上がりつつ、怪我しなければよし。 OK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 。で次は二宮を倒しに行くか。キャッチャーはねいないんで、二宮を中心的に倒さないと一ノ瀬がね倒せないんでね。でファイブド体力が回復してくれると、まあクリスマス前ではありますけれども、ミサちゃんのクリスマスは60とかは多分回復しないはずなんで。いやでもミサちゃんって金持ちなんだよね確か。逆玉だなよしいい感じに体力が回復したね。さてそこからコツが出てるよ。あこれはちーちゃん掴んでおこう。怒りも減らせるし、7位も減らせるしいいね。能力はまあどうせ次にコツを取るんで。野球が上手くなりたいと。大吉小吉、さてさてさて、パワーいくらにしとくか。残土2に3にしておこう。でちょっとタックだけ見ますか一応。ほん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 、なるほど。でもまあちょっとここは追求だな。アベレージヒッターが来ても嬉しいかな。よしこれで一ノ瀬をぶっ倒して、アベレージヒッター取りたかったね。一ノ瀬のね変化球ほんとやだ。4球種
フォークがないっていうのがせめてね救いなんだけど、このストレートにね対応できなくなるんだよね、変化球を狙っていくと。これは入ってくるボールだね。これはよろしくない流れだな。なんとかなんとか10点っていう感じだな。ブラにバントしよう。まず10点を確保するちょっと危なかったけど、あとは狙ってこう。おお、今ので行くのか。結構振り遅れたと思ったけど、なんだかんだで30超えたな。序盤があれだったけど後半盛り返したね。いやー40ポイントはでかいわ。そして打倒も3下がる。問題点を洗い出すと、これは体力は減らないんで OK ですね。で鎌狩り小村ちゃん、二宮が減らせる、八島も減らせる。二宮がわりかし多いねやっぱり。二宮を中心的に。でただ1月のね3週なんだよね。これは回復をしておかないとまずいんで、ねミサちゃんがどうだったかな、ミサちゃんがどうだったかな、回復するんだか回復しないんだか、ちょっとこれ調べよう。そうですね、ミサちゃんの2回目は体力回復しないんでここは休んでおきましょう。でマラソンすると、まあ、六本木がいるからね10位以内から外れるかって言われたら大丈夫だとは思うんだけど、下りこれは思いっきり飛ばそう。ここら辺でね体力が思いっきり減ってくれるといいんだけどね。あそこいつが先に来るのかえまあ思いっきり飛ばそう。上り、これ少し飛ばして最後に備える。下りこれは思いっきり飛ばそう。1位は取れなかったか、2位も取れなかったか、ギリギリだなマジか、危なかったな。みやびちゃんはショート。やはりここは二宮だな。二宮を減らせるときに減らしておかないと。一ノ瀬を倒せばね他が下がるんで。おお、これは早急に離脱しよう。さよなら。でみやびちゃん、これは俺はいや、いいね、みやびちゃんにやられたいね。モテ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 になるんだまあ、鎌狩りのこれもやっておきましょう。ふきゃー、三本松が倒せるか。三本松が倒せて7位はわりかしな。まあ、1だからな。二宮を減らしとこう。怒りもついでに減らせるし。お、これはやりましょう。まあ、体力は回復してくれるんですけど、次ね、バレンタインがあるんで、ちょっと体力がもったいなかったかな。このバレンタイン、謎だよな。これもすごいよね、24、24、24、24って。まあ、SR35 だと20、20、20、20だと思うんですけど、古永、古永ってどこだっけ。鎌狩り三塁なんだよね。で、そもそもいないね。まあ、鎌狩りからほっともらっておきましょう。八島も2減らせるのがでかいかな。で、ローボール切った。これは、これがね、ほんとやだ。うわー、サボり癖ついたよー。そして、これ、体力マックスだなー。元気になりたいでね、サボり癖がなくなってくれればねいいんだけどね。
まあ、体力上限を上げに行きますか。ちなみに俺この前失敗したんだよねこれで、七井屋島、外野組か。二宮、タッグが絡まなければ4回練習しないといけないのか。サボる可能性もあるからな。ただなマックスなんだよね体力が。やろう。怖い、サボり癖はねほんと怖い。闇に生きるもの、これは通常イベントですね。で、見守るにして、でそうすると福井部なんで、まあ、2回目も続くんですよ。で2回目で成功と失敗があって、これがねまたいいんですよね。ここでそもそも24-24の経験値が手に入って、で穂村ちゃんも終わって、さすがにね前イベは完走は早いよな。いないな、どうすっかな。二宮がいないんだよね。確実に通院で治そう。一回で治れよ。すいません、ありがとうございます。葉っぱをかけられたとかで治んないのかね。二宮いるね。三本松が倒せる。で七井が上がるけど、まあ、七井は大丈夫かな。ちーちゃんがいるから、ちーちゃんでもう一回下げられるんだよね。まあいいや。ここは打撃が上がるのは全然ウェルカムなんで、ペース的にはどうなの。もう3月か。これで全員上がるでしょ。7位は4上がるでしょ。で、いやこれに絡んでくれればでかいんだけどね、タックに。まあ小村ちゃんのコツを取りつつ、あ、しまった、ムードとかそこら辺ヘッツラとか何もやってなかった。危ない危ない危ない。臨床ポイント、おい、これ負けんなよ。よし、勝った、ま、1だけどな。で、古永の金徳が終わりましたね。で、あれこれ2人倒してあるよね。ってことは1リアルで1と経験点とコツがもらえますと。さてメンタルには特に、いない。 15% 一ノ瀬も一緒に倒せる、つくもも3減らせる 15% これミサちゃんがいるから減ってんのか。あ、通常だと多分もっと多いな。さすがだな、怪我率ダウン。ちょっと待って、これはこれも攻めるか。なんとなく上げとこう。とりあえずいいくらいでまずは揃えとこう。総力は今回わりかし捨ててもいいかな。臨床が足りなくなると思うんで、小村ちゃん入れてるとはいえ一旦いいに揃えとこう。でパワー上げられるね。古永だけだからパワー不足になるかなと思って一応パワーアピールできたんですけど、やりましょう。よし、これはでかい、めちゃでかい。いや確率だけ見るとね、いや 15% でしょっていうのはねあるんですけど、まあ、パワープロをやってる人はねこの気持ちはわかると思います。15% は危険だというのが。これで打撃レベルはでもマックスまでいったかな。さて、ちょっとメンタルを見つつだね。ここはデートをしよう。ちょっとデートは連続でいきますか。2回目は体力回復しないんで連続デートですね。で、ここ映画の感想的なやつなしだと思ってから何がなしなんだかよくわかんないけどね、全然読んでないから何の話をしてるんだっていう。でここはまあもちろん夜型ですね。でまあ技術が40ポイントくらいかなもらえますと。4月か。一応メンタルを見つつ、監督の評価足りてねもう一回デートしましょう。まあ、試
試合をした時にね監督の評価が乗ればいいんで、多分代打で1本打って監督評価が上がると、これってね代打で打てないと厳しいんですよね。でここは選択肢はなかったかな確か。あ、ここも回復しないのか。ただポイントがね48-24と。でもう二宮はねぶっ倒してあるから、怒り守るはそんなに多くなかったよね。うん、いいね。ま、下がってくれるのはでかい。で、あと一応ちょっとここら辺がマジでできないけど、メンタルつくもが倒せるか、どうしようかな。つくも倒すと誰上がるっけ。ヤシマとか上がるんだよね確か。で今の状況は 1,2,3,4 人か。7位がちょっと多めなのか。これはヤシマと7位のあれを調整しないとまずいね。ということでまたデート。で、3回目は要チェックあり。またこれもね何をチェックしてんだか全然わかんないけどね。これは単純に主人公が発情してるってこと。まあ48-24だよね。いや経験点はやっぱすごいんだよね。いくぜ、カッキーン、いけ、オッケーオッケーオッケー。で3つ行きましょう。ヤシマが減らせられる。つくも7位、ヤシマでも6になるんでしょ。これは厳しいわな。やっぱ3から倍にはできないわ。で闇に生きるもので、基本的には、まあ、下逃げるってやると確か盗塁とか手に入るのかな。でうまく取りなす。これでねパワヒのねコツが手に入るんですよ。なんとか耐え切った。よしよしよし、これもすごいね。もう一回全部見るか。24-24-48-48のパワヒのコツ2っすよ。マジぶっ壊れだよ。通常イベントっすからね。あ、これでも体力を奪われるな。まあ、しょうがない。一回寝るか、精神だけ見て。うん、寝よう。5月になるけど。ちょっと肩を上げていくか。肩と守備。と、呼吸も上げたいと。で寝て、みやびちゃんの2回目。怒りとかな、倒しておいて最後に1人誰かが残ってる状態だとすげえ楽なんだけどね。代打結局、代打か。まあこれは打っていきましょう。でパワヒが、2であるんですけど、アベレージしたつかんどこ。アンダ製造機ももうつかんどこ。ちょっと待って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 、アンダ製造機とかって誰か金得でくれるっけ。まあいいや、アベレージヒッターは掴んでいいよね。パワヒはねまだ古永がくれる可能性があるんで残しておきましょう。まあ2だったらやっぱ5までちょっと行きたいですよね。結構筋力使うんで。めっちゃ打たれてんな。これはゴール。何？ V スライダーか。完全にストレートだと思った。これも V スライダー。え、これもちょっと V スラ多すぎないか。よし、 OK。 ここで監督の評価がね15上がるんで、練習試合はね何気にでかいっすよね。スカウトさん評価も上がってくれるんで。そうだ、俺はミサちゃんの、あー、これは7位が7位が4、それは無理だよ。まあ、今コツをつかむよりは減らしておいた方がいいよね。ここから次あたりで誰かが重なってくれれば超いいんだけどな。試験受けよう。
さてまずはやっぱ10点確保だな。どうこれ、よしよしよし、フライかなとも思ったけど、OK、あとは強振で狙ってこう。ダメだ、スライダーに合わせられない。20点はいきたいね。あと1本、あと1本ヒットでいいから打ちたい。普通にアベレージヒッターにした方がいいかな。ダメだったか。ま、一ノ瀬くんがねうまくいったんで。でどうしようかな。タイガラシか。そういやこんなイベントあったね。なんでチームメイト評価が下がるの、意味がわからんマジで。怒りが倒せるか。七位を先に倒す、あー2人倒しちゃうかな。2人倒そう。ここはで怒りが倒せればな、バンバンザイなんだけどな。で7位って何くれんの、なんか7位最後にしたことないからよくわかんねえわ。7位がめちゃくちゃ上がっていくな。7位がめちゃくちゃ上がっていって 34% は絶対死ぬから倒したかったけどな。やる気が上がってくれた。さて碇くん絡んではくれない。7位2、ちょっと待って、碇のカウントが1上がるんだよね。これ碇が倒せなさそうだな、てか無理そうだな。そもそも打倒がどっちかだけ倒すとすれば7位が残る感じか。2、4、いやちょっと狙いに行こう。これはでここ頼むかどうかだよな。ってかいいねいいねいいね、ここで減ってくれるのでかい。どっちでもいいから減ってくれ。7位が減った。でそうするとどうする、これを無理にやる必要はない気もするんだけどな。頼まないでやってみるか。よし、これで光が下がったでしょ。光が下がってで怒りと7位がいるね。いいねいいねいいね、まあ、これ最後7位になるけどしょうがない。これはこの編成は一応全員打倒ができればそれで万々歳だからね。てか7位マジで何なの、金徳。これが2上がるでしょ、全員1上がるんだ。2回練習できればいいんでしょ。今4だよね多分7位で、2ずつ減っていくはずだから2回練習ができれば全然 OK。 これも絶対カウントだな、カウント重視で。もう1回練習できるよね、3周とかにねいない可能性があるからね。落ち着きバトルが来たか。忘れてた。まだ終わってなかったっけ。おい頑張れ頑張れ。勝者は負けたか。まあ、守備職人のコツを掴んでおきましょう。いやーこれ勝てればな、だいぶでかかったんだけどな。さてさてさて、7位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 いない、ほらいないよ。7位マジいないよ。いやー本当にデートしよう。でラストデートですね。でここでもまあ一応選択肢が出てくるので、カツアゲとか。吸血鬼っぽいねって。
信じる。俺はミサちゃんを信じる。耐えられる。これどこ？砂浜？まあ、この流れをね踏んでればわりかし金徳は取れると思います。まあ、これでもしささやき破りが取れれば、うわまあいいや。で7位2周いないってことはないよね。ない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 って総力多いな。じゃあこれで OK ですね。あ、技術がすげえ有り余ってる。いやギリギリだったな。これで体力が回復するのも何気に大きい。で何、1級入魂か。まあ、金徳かぶりにはなってるけど、あれ1級入魂って終わったっけ。さすがに終わってるよな。あー軽いね、だいぶ軽くなったね。じゃあ試合前なのでとりあえず本当は B にできるでしょ。ちょっと待って待って待って。でパワーも B にいけるよね。問題は総力なんだよな。一応 B にしておくか。で肩は C で守備も欲しいで補給も C は欲しいと。で敏捷がやっぱり足りてないか。その上で、チャンスはもうこれは掴んどこう。で早急も欲しいでしょ。アンダー製造機技術あるから OK。 タワーヒッターは置いておく。意外性も取る。一級入魂も取る。さよなら男技術を割りかし使う、取る。ローボールヒッターも取る。守備職人も取る。帳尻も取る。あとは登り竜、精神か。精神めちゃくちゃ使うね。登り竜重いね結構重いわ登り竜。そう考えると、精神と筋力をちょっとでも稼ぐか。技術かな、あまりそうな気がするけどな。あとは精神で回復させていくか。カマカリーありがとう、マジですげえ助かるわこれ。確かにね、六本木出すんだったら俺を出してもらった方がいいよ。だいたいさ、アイコンタクトとかってさ2人持ってないといけないっていうのがね厳しいんだよね。で守備力が上がるって言ってるけどさ、アイコンタクトを取った方がいいのか、だったら守備力上げた方がいいのかっていうのがあれなんだよね。守備職人とかはモーションとかが増えたりするんであっても全然いいと思うけど、単に守備力が上がるとかだけだったらさどうなのっていう。もうちょいだけ下だったか。ホームランが打てない、満塁。あれこれってまだ大丈夫終わっちゃうからね、満塁ホームランとか打つと。カーブ失投。結局1本乗ったか。ま、鎌狩くんの試合経験点ボーナスがあるんで40。さてあとはちょっと調整に入るかな。筋力を稼ぎつつ精神ポイントも稼いでいこう。レベルが高いからやっぱりちいちゃんでも結構いくね。まあでもちょっと筋力が足りないんで、まあ、単純にね経験点だけを出したいっていうんだったらポイントの高いところだけやっていけばいいんですけど、これも鎌狩り行こう。筋力技術、
パワーヒッターもな、ちょっと取らないといけないからな。足りるかな、上りで言うとパワーヒッターを優先的に取りたいけど、パワーを B まで上げたのがちょっときつかったかな。いやでもパワー B やった方が打てるからね。赤大附属リードで迎える1回めっちゃ怒ってんな。入江打った、これは無理か、取ってアウト。ちょっと振り遅れた。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー、打った、これは強烈。ああ負けないでしょう、もうここ分からん、分からんのがサクセスなんだよね。負けないでしょって思ってるとね、負けたりするからね。入江今日3打点を挙げています。第2球、これはボール。第3球を投げました、見送ってボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールマッチ。ホームランが打てないね。もう1本したい。赤崎大附属リードで迎える7回です。ノーアウトランナー、初球打ち引っ張った、クリーンヒット。結局ホームランは1本か。それでも点は入るんで、あ、そうか、怒りとの勝負だ。怒りとの勝負をホームラン打てばいいんだ。ここで体力削られるのはちょっと痛いぞ。いや古中は無理だよ。みやびちゃん、そういやタッグ組んだ？タッグ組んでない気がするんだけど、これは寝よう。ちょ、精神で回復してたら間に合わないわ。結局みやびちゃんとかね、タッグが来てくれれば精神練習並みに稼げるからね。さて怒り、ホームランが打てればでかいけど、一球入魂の力を。ボールか。慎重に攻めてくるね。絶不調だけどね。ちょっと待って、スライダー、ほらどうだ、よーし。これいくつでくれるんだっけ。おー、いいね、2でくれるのか。もう4だったらいいでしょう、掴んで。パワーヒッター56か、4だとだいぶ減ったな。あとはちょっともう取れるときに取っておこう。上り竜重いわ、意外に重いわ。でも打席を重ねるごとに能力がすごく上がる。いいね。でどうすっかね、特にって感じだからメンタルやっとこう。みやびちゃんが今回働きが微妙だったかな。まあアイコンタクトね、取ったら取ったで多分重いからね。精神だな、精神マジで足りないな。一応エピローグポイントのホムラちゃんがあるとはいえ、お待たせしました。2回の裏、赤月大附属攻撃に入ります。この回の先頭バッターは入江。パワーヒッターも手に入ったことだし、投げました。これはシュート見送ってストライク。第3球を投げた、際どすぎでしょう。投げた、際どいね。カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた、ほら打ちました、痛烈、いった、入った、入った。赤月大附属追加点のチャンスです。これはいくぜよしよしよし、こう勝った方はないけど。赤月大附属リードで迎える6回です。上り竜初活かリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で入江、今日はチームの全打点を叩き出しています。打ちました、ピッチャー返し、もうここまで来ればヒットで全然いいしね。74、タック、よしよしよし。ちーちゃん、逆境、逆境なんてコツなしじゃつかめないよ、どう考えても精神が全てなくなる。逆境に関しては3はきつそうだな。粘り打ちか、
ツルヤくん、ツルヤくんもあんまり好きじゃないけど、でも文具よりはまだマシかな。文具は本当変化球中心の投手なんで、まあこれくらいだったら大丈夫でしょう。あとなんか忘れてんのとか、とりあえずはないよね。よし、ここを通過すれば今回悪くないね。むしろいいね、流れ的に。このスプリットとかね、ツルヤ君はね、何気に伸びがねあるんで。あー、これはいかないか、どうだ。おー、スライダーか。かすっと、やばい、ここに来ていいねとか言って。ノーアウト満塁という場面で、これはセンターフライとセカンドゴロ、投げました。打ちたい。よしよしよし、もう一回待ってきてくれ。もう一回よし、待ってきた。変わってる。久松ゴンゴンさんってすごいよな。こいつら本当すげえよな。インロー際どい球、もうここはよく選びました。おお、攻めてきます。カウントは2ボールノーストライクです。いくよこれ、いかないか。まあ、満塁ホームラン打って二塁打打ってたから、まあ、祝福ボーナスはないとはいえ75手に入るか。よし、さて最後タック来ない。どなたこれ。わからないから取れるものは取っておこう。まず取るのはヘッスラ。ちょっと待って、これさ、ムードきつくないか。ムードの38もね、今きついんだよ。まあ、ヘスラは絶対取るとして、ムード取っとこう。残しとく。あ、でもちーちゃんにするっていうのもあれだよね。逆境が減るのか。いや、でもこっちだな。カマカリが来る可能性もあるからね、コツで。おお、カマカリが来た。よしよしよし、ムード置いといたのは正解だったな。大体ムードなんてさ、一人いればいいからね。そう、いつの間にかね、キバ妹のジャージが直ってるんですよね。で、BB にはしておくでしょ。やっぱ精神きついな。 BB にはしといて、ちょっと総力 C いけんじゃないか、これ。技術か、ローリング打法。最近ローリング打法やたら取ってんだ。ローリング打法っていうか、あれか、伸びか。138、他がね安いからね。18 18 138 12ってやっぱり技術処理にはいいよな。でも取っとこう。最後のエピローグ経験点も加味して打球伸びを取るか決めましょう。まあ、多分取ることになるんだろうけど。お待たせしました。さて、キバか、久しぶりだな。久しぶりキバがね、一番嫌だ。投げました。インコース高めストライク、まずは見送りました。第2球、爆速ストレート、無理だ。センター方向へ。久しぶりキバは本当打てない。3回の裏、赤月大付属攻撃に入ります。慣れてる時はね、全然いいんだけど、とりあえず今のはボールっぽかったな。ヒット1本。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁。よーし、もう一本、変わってる。米山くん、今日二本のヒットを放っている入江。米山くん、球速なんかめちゃくちゃ遅い気がしたんだけど。優勝決めました。いやー、105も手に入るのか。まあ、久々にね、赤月台もやりましたけど、やっぱり赤月台もね、強いっすね。まあ、ちょっと全員打倒っていうのがマストにはなりますけど、7位の1球入魂悪くないね。7位を最後に回すっていうのも場合によってはありかもな。つくもとかのね、対左はさすがにね、取れないんですけど、1球入魂だったらなんとかなるんで。
だからここで新島ちゃんを入れて、で一級入魂キャラを入れなくて、新島ちゃんって外野じゃないですか。で7位の一級入魂を取るっていうのもありかもしんないね。そうするとこれで吸血鬼になっちゃいましたと。デーゲームに弱くなるとか、これどうやって生きていくのこいつ。あ、調子合わせここで取れるんだった、忘れてた。デッキ吐くヘッドと。さてさてさて、経験点的にはおお7500、いいね、いい経験点出たね。いやミサちゃんはね本当にね強いっすね。いや今回ミサちゃんのプラゴをねお借りできて、このね多分同じ人だと思うんですけど、このプラゴを作るのにねなんかね20万くらいかかったらしいっすねって書いてあった。20万しましたみたいな。まあそれはありがたく使わせていきます、いただきましょう今後も。あ、これはいいな、これはかなりいいぞ。ちょっと基礎値を上げていきたいね。企画ヘッドはまあ取るとして、あと必要なのショートに絶対必要なの、送球も取ったしね、守備職人も取ったしね。どっちかっていうと守備系の能力をつかみたい。高速チャージってバント処理ってショートするの？なんかサードとかファーストとかがバント処理する感じがするんだけど、打球伸びね。ちょっと待ってね、まずは肩と守備は A にしておきたい。で補給も上げておきたい。これを A にするとちょっと足んなくなるから、ちょっとパワーがいけるね A に。で走力は C 止まりか、しょうがないねそれは。で筋力を使いたいんで肩を S にしようじゃん。で敏捷がめちゃくちゃ減ってきたんで、ここから打球伸びを取ろう。やっぱり打球伸びを取って調整しよう。で精神も余ってるんで競争心とか連打はちょっと技術をめちゃくちゃ使うから、いぶし銀か、いぶし銀も悪くはないね。対エースか、対エース逆境ね。でも逆境ってねどうなんだろうねっていうのがあるからな。ここら辺はもうさすがに取れないか。対左は精神使わないからね、精神が足んなくなった時に対左を取るのはいいんだけど、対エースにしよう。でそこからなんかあるまだ取れんの。盗塁アシスト取っておく。ムードまあ一応取っておくか。いやだったら補給はでも A までいかないからな。なんとなく守備力上げとく。でスタミナちょいちょいちょい、 OK。 うん、 S4 大体最近まあまあ盆栽でうまくいって S4 くらいが、出てくる感じですね。だからねもうちょっとね、まあ、千丸とかが出てくればかなり伸びると思うんですけれども、まあ暁大付属でミサちゃん使ってみましたけれども、やっぱりいいですね。ミサちゃんは、本当に強いと思いますので、まあバンプのねガチャで当たった人は本当おめでとうございますと言ったところですね。まあ自分もちょっと持ってないんでお借りするしかないんですけれども、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。